フェイスヒル。フェイスヒルは、アメリカの女性カントリー歌手。アメリカ合衆国ミシシッピ州ジャクソン出身。ミシシッピ州ジャクソン北のリジランドで生まれた。幼少期に、養子縁組され、オードリー・フェイス・ペリーと名付けられた。ジャクソン郊外25マイル先にある、近くのスター町で育った。育ての両親テッドとエイドナのペリー夫妻は、敬験なクリスチャンの家庭で二人息子とヒルを育てた。 ヒルは幼い頃から歌の才能を発揮し、7歳の頃に 4H クラブ昼食会で初めて人前で歌った。1976年、9歳の誕生日の数日前、ジャクソンにあるステートフェアコロシアムで行われたエルビス・プレスリーのコンサートを見て、彼女は深く感銘した。10代になるまでにヒルは自身のバプティスト教会に限らず、地元の数々の教会で、 定期的に歌っていた。17歳の頃、ヒルはバンドを結成し、地元のロデオで演奏した。1986年、マクロレンアテンデンスセンターを卒業し、レーモンドにあるハインズジュニアカレッジに短期間通学した。この頃、ハインズ軍刑務所で、アメージング、グレースなどを歌った。19歳で退学し、カントリー歌手としての夢を追いかけキャリアをスタートするため、 テネシー州ナッシュビルに転居した。転居駒もなく、昼はリーバー・マッキンタイアのバックコーラスのオーディションを受けたが、落選した。T シャツ販売員を経て、音楽出版会社の事務員となった。他に、地元のマクドナルドでも仕事を始めたが、あまり熱心ではなかった。フライドポテト、バーガー、レジ、どれもやったけどどれも好きじゃなかったと語った。1988年、 音楽会社重役のダニエル・ヒルと結婚した。二年後、実母を探し始め、1993年に初めて対面し、実母が亡くなるまで連絡を取り合った。ある日同僚がヒルの歌声を聞き、その直後社長が彼女に社のデモシンガーにさせた。また他に、ナッシュビルのブルーバードカフェで、ソングライターのゲイリーバーが新曲を披露するたびに行くコーラスを務めた。 やがて彼女の声が、ブルーバードカフェの観客として来ていたワーナーブラザース、レコード重役、ボブ・サポリティの目に留まって、契約となった。1993年、彼女のデビューアルバム、Take Me As I Am は、ワイルドワンの売り上げに支えられ、300万枚という、高い売り上げを上げた。1993年のデビュー曲、ワイルドワンが、カントリーチャート第一位となり、 1994年に30年ぶりにビルボード氏の4週連続第1位となった女性カントリー歌手となった。1994年のカバーもカントリーチャートで第1位となった。他になどがシングルカットされた。生体の血管裂症の手術のため第2弾のアルバムを発表するのが遅れた。1995年アルバム It Masters to Me が ついに発表され、同名のシングルが4枚目のカントリーチャート第1位を達成した。他の曲もトップ1 2ランクインし、アルバムは300万枚売り上げた。アルバムからの5枚目のシングルはカントリー歌手アラン・ジャクソンの作曲であった。他にがシングルカットされた。デビューアルバム出版直後の1994年、ヒルとダニエル・ヒルは離婚した。 1996年春、ヒルはカントリー歌手、ティム・マグローとコンサートツアー、スポンテーニアス・コミューバスチャンツアーを行った。この時ヒルは彼女の元プロデューサーであるスコット・ヘンドリクスと婚約したばかりで、マグローは婚約破棄になったばかりであった。マグローとヒルはすぐに互いに惹かれ、交際を始めた。ヒルが第一子を妊娠したことが発覚し、 1996年10月6日に二人は結婚し、現在三人の娘がいる。結婚後、連続して3日以上会わない日がないよう努めている。It Matters to Me 発表後、昼は4年間のツアーを終え、家族と過ごすために3年間の休養を取った。この間、マグローとのデュエット、It's You ブ r Love を制作した。6週連続第1位となり、 ア夢ムアワードと CMA アワードを受賞した。ヒルはこの曲を歌っている時のことについて、誰も自分たちのことを見ていないと思って歌っていると語った。アルバム、フェイスはカントリーの匂いを少し含んだポップ思考の音に映った。彼女の名声はアメリカ音楽界2000年の最大のヒットの一つで、あるアルバム、ブリーズの発表で急激に待った。このアルバムと同名のシングルは、 ポップランキングで1位を獲得した。同じように、The Way You Love Me が7位になり、ビルボードの歴史上最も長期間ランキングに咲いた曲の一つになった。このアルバムは、グラミー賞で3つの賞を獲得した。ティム・マックローと共同でツアーを行い2000年は、彼女にとって成功した年となった。クリスマスシーズンには、映画、グリーンチにゴスペル調の楽曲、 ホやああいうはクリスマスを提供し人気を博した。2001年の夏にはパールハーバーのサウンドトラックに永遠に愛されてパールハーバー愛のテーマを提供した。9.11のチャリティーイベントでは再びゴスペル調のズターウィルカムエーレイをパフォーマンスした。2002年にはアルバムクライを発表。このアルバムはランキング初登場1位を獲得したが、 ラジオの放送回数では以前のヒットには及ばなかった。この背景にはカントリー専門のラジオ局はこのアルバムをポップであるとして無視したことがある。このアルバムはグラミー賞で賞を獲得し全世界で300万枚の売り上げを上げた。またタイトル曲クライはパナソニックデジタルタウの CM 曲として使用され彼女も出演している。また動画曲は フジテレビ系、ドラマ、バラの十字架の主題歌としても使用された。2004年の夏には、ニコール・キットマン主演の映画、スティップ・フォード・ワイフに出演した。2005年には、アルバム、ファイア・フライズを発表。このアルバムは、原点回帰とも言えるカントリー色が強いアルバムとなり、このアルバムからシングル、ミシシッピー・ガールは彼女にとって、カントリーチャートで1位を獲得した8曲目のシングルと、 なった。彼女はこの曲を、ブリーズピースオブマイハートと共に、2005年7月2日に、ライブ8で公演した。2006年6月には、カントリー雑誌カントリーウィークリーで、カントリー音楽界で最も美しい女性に選ばれた。第40回カントリーミュージック協会賞の受賞式で、フェイスの最優秀女性ボーカリスト受賞が期待されて、 いたがキャリーアンダーーウッドが受賞キャリーの名前が読み上げられた瞬間、フェイスがカメラに向かって、ホワットと怒りのポーズをする瞬間が放映された。後日、フェイスとその担当広報は冗談。キャリーは賞を受賞するにふさわしい才能を持っている。と述べた。キャリーはアメリカンアイドルの2004年で優勝した実質上新人で、 カントリー歌手で最も有名なフェイスは新人のキャリーが受賞したことが相当悔しかったのだろうと言われている。このことはキャリーが最優秀女性ボーカリスト賞を受賞したことよりも話題となった。2012年まで NBC が放送する NFL 中継 NBC サンデーナイトフットボールのオープニングソングを歌った。コンサートツアーの折、観客に不要本の提供を呼びかけ、 会場の街の図書館へ寄贈するというチャリティも行っている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。